はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は10分切れ負け、相手の方は2段の方になりました。よろしくお願いいたします。作戦どうしようかな。まあ、ちょっと最近西山先生がね、中飛車ですごく対プロ相手に素晴らしい勝ち方をされているので、ちょっと久々に中飛車やってみたいと思います。中飛車でも結構好きなんですけど、あんまりね、意外とやらないんですよね。気がつくと三間飛車とか四間飛車やってるんで、あんまり長飛車はやらないんですけど、ただ、すごく優秀な作戦ですね。角銀中飛車。向こうは、角道を開けない形の、そうですね、森下システムという感じの対策できましたね。6二飛車なら、端はまあ、受けなくてもいいかな。そんなに、こっちはちょっと受けましょう。2八玉から1七玉と行くルートが将来できるので、こっちは受けます。でも1三角なら6七飛車と浮く感じですね。これ次に1五歩から端を攻める形があるので、そうですね、2四角とか。ちょっと冷静に。これで、場合によっちゃ2五歩ついて角を召し取りに行きますし、これでしかし4五銀出るとどうするんだろう。4五銀6五歩でちょっと危ないかな。やめとくか。まあ、一発2五歩ついて3三角に4五銀はなくはないですけどね。ちょっと危ないですかね。6八金と上がっちゃう手は有力ですね。角成りを消して、ちょっと変な手ですけど上がりますか。私がやるといつも変な形になるんだよな。なんでですかね。わ、これはすごいハイリスクな。まあちょっと2五歩突きたいですね、ここまで行くと。3五角、3六歩、4四角。で、4六じっと伸ばして。いやー、でも銀引いて、あれか。そんなに大したことないですかね。あ、でも、歩ついて角に4五銀先に上がる手があるか。それは困ってんじゃないか。そうですね。これ、1五歩同歩同香は、6八角成から1五香車で取り返せるから、なるほど。さっきと状況が違うぞと言ってるわけですね。確かにそうですね。金上がって。で、4六歩ついて、1五歩狙いますかね。ああ。なるほど。どうつくか。そうですね。いやー、ちょっと、しくじり先生ですね、これは。あ、引くか。まあ、5五銀には、4五銀とすれ違ってどうかなと思ったんですけどね。6五歩、同歩、同銀で殺到してくる感じか。まあ、行ってみるか。いや、でも、同銀、同角、4五銀とかの方がいいですかね。わかんねえ。ちょっとね、6五歩の味がかなり危ない気がするんで。いやー、しかし、ちょっとこれじゃ薄いな。4五銀と玉と銀で絡んでいって、6五歩なら、その瞬間になんか、違う手で対応するとか、そういう感じですかね。ちょっと一回柔らかく、4五銀で。3三銀なら5六金で角が詰みますね。一番怖いのはやっぱり6五歩になるんですけど、まあ、その瞬間に5六銀と引いて、一回柔らかく使うと。さすがに6六角、同金、同歩、同飛車っていう展開はね、ちょっと、2二地点とかがガラ空きですので、ちょっと向こうにとってもやりづらいと思います。ですね。
いやー、しかし、引かれて大変か。6五歩は角成りから7九角結構きついですね。で、飛車かわして、銀打って飛車引いて角成りと。まあでも取るか、しょうがないな。まあ、7七角成同桂、7九角と打たれまして、で、5八飛車に5、6九銀ですね。で、飛車引いて、6八角成という感じなんですが、6六角と、まあ、交点の角打ちで対抗してどうかなと。いやー、相手もなんか心なしか自信のありそうな感じですね。今、仮に5八金引きなら、5七銀同金、6八角成が決まってました。ここで、あ、ぶった切るのか。いやー、すごいですね、これは。まあ、一回さすがに飛車引くか。どこに、5八飛車、5七銀。あー、ちょっとわかんないけど。まあ、5七銀なら4七銀引きとダイヤモンドミノに囲い直す感じですね。はい。これで5五角のホットラインを狙って、それだけを楽しみに頑張るという感じでどうでしょうか。まあ、こちらもそんなに、囲いが全く崩れてませんし、7七金なら5五角の反撃がありますので、まあ、やれてますね。次ほっといても5五角あるんで、向こうはちょっと5五角をどうやってケアするか。それが大事ですね。ああ。で、ここで行ってもらうんでは、こんな感じでね。桂と金の両取りで、ちょっとこっちがリードしたでしょうか。こう2筋の位も、なんかね、普通は、振り飛車でこんな位取ってないんですけど、まあ取ることってありえないんですけどね。2筋の位もなんか行きそうですね。これ6六金なら、8一角成か5五角かちょっと迷いますけど、どっちがいいですか。しかし5五角は3三桂がぴったり説があるか。しかしあれですね、6六金5五角3三桂に、じっと3四角と出て、それが次の2三角成同玉、2四銀、3二玉、3三銀ならず、3一玉、これしかし叩けますね。これは美味しいんじゃないですか。あ、でも同飛車で取るのか。そっか。ちょっと軽率でしたか、今のは。ん？てか普通に、今あれですね。6五桂取れましたね。同飛車に5六角と取れるから。あ、ちょっと、軽くチャンス逃した気がする。まあいいや。さあ、もう一回、ちょっと、6二歩成でごめんなさいしときますか。どうしよう。あと7七角打って4五金にもう角取っちゃうって手もありますか。しかし6六歩垂らされて意外とあれか。どうしようかな。5分。まあちょっとなるか。無難に。まあ7一銀と普通に打つのもいいですね。まあ、この方が軽いですか。まあ、同金なら7一銀と打って、4五金に無視して、飛車取っとくという感じですね。そうですね。向こうとしてもちょっと隠居していた飛車がさばけたんで、なんか、心なしか、しかし、これで次に7三馬と引く感じでしょうか。6六桂には4七銀と上がってかわす、軽くかわす感じでどうでしょうかね。普通に8九飛車とか打たれる手が結構嫌なんで、それは本当に気をつけないといけません。
飛車のになってね。どうしよう。一回7三馬と取りますか。これで5五の金に当てて、次に、馬を引く手が、そうですね、詰めろになる確率が高かったんで、一回ちょっと無難に銀でもガチリ打っとくか。どこがいいですかね。まあ、ちょっと一回歩で。8八竜なら6六角ですし、7九竜だとちょっと働きが悪いですね。そうですね。まあ、もう一回打っとくか。がっちりとね。8九竜なら、6六角と打って、交点の角打ちを実現させようかと。ああ、そっちか。確かにそっちの方がいいですかね。なるほど。いやー、ちょっとよくわかんないな。まあ、手堅く打っちゃうか。これで、8八竜でも、8六竜でも、7七角と打って、竜を取って、盤石で勝っちゃおうと。そういう感じですね。8八香は、8八香であれか、8九香でね。これで、竜が詰みますか。そうですね、これで、馬では取らずにこれで竜を殺して盤石で勝つと、まあ、これが振り飛車のやり方ですね。7二歩なら7四馬と引いて、できるだけ相手の戦力を削りまくってから、そうですね、まあ、デビューしたての頃の永瀬先生の将棋こんな感じだったんですけど、ちょっとそれを模倣してね、相手に希望を与えない指し方ですね。まあ、こういうことをやると本当に友達なくすんで、友達と指すときはやめた方がいいですね。あくまでも大会とか、知らない人用にやるといいと思います。永瀬先生、今でこそ、居飛車党ですけど、当時は本当に、もうゴリゴリの、あれだったんですよね。あ、てか今、馬切った方が良かったかな。まあいいや。これは辛いですね。いやー、しかし2六香が意外と嫌な手ですかね、これは。歩がないから。これで飛車成りなら6六馬が、香とですね、絶品ですね、これが。香と竜の両取り。で次に1一馬と突っ込めば勝ち。ありがとうございました。ということで、中飛車で完封勝利上げることができました。本当にだいぶ嫌われる指し方ですけどね。まあちょっと、どうしても大会で勝ちたい時とかに参考にしていただければ幸いでございます。では、感想戦やっていきたいと思います。はい、感想戦やっていきたいと思います。まあ、ちょっと私、序盤でミスをしていたようで、1三角6七飛車に対して6五歩の仕掛けが実は成立しておりました。で、同歩に同銀と行かれまして、同飛車はあれですね、5七角成から5六馬という手もありますし、まあ、同飛車、同銀、6七飛車とね、銀と金の両取りに打ちまして、6八飛車は同角成なんで、まあ、6八歩と打つんですけど、6五飛車成と手厚く竜を作られておいて、まあ、これで、いい勝負ながら、若干ね、向こうもやれていたという感じですね。まあ、例えば、7一飛車とか打っていくと、何が起こるかと言いますと、6七歩と打ち合いましてね。で、同歩。これが、急所をついております。で、仮に同歩だと、
同竜と取りまして、これ何が狙いかっていうとあれですね、6八歩なら7七竜と切って同桂に9三角と、この王手飛車があるので、仕掛けが成立していたということですね。ちょっと私ここまで見えてなくて、6五歩もし食らっていたらまずかったかもしれないですね。あと同歩同銀に、同銀の場合は6六歩と焦点の一撃があります。これも痛いですね。で、同飛車は5七角成から王手飛車なんで、どっちでも一緒ですね、ほぼ一緒の局面になります。で、2八玉、で、6六馬と飛車を取って、同角に6五飛車とね、さばいて、これは後手がちょっと、居飛車がちょっとやりすぎそうな感じの局面になっておりました。こんな感じで結構ピンチが実は序盤にあったんですね。普通に完勝かと思っていたんですが、ちょっとピンチが序盤にあったと、そういうお話でございました。あとあれですね、5七金と上がった局面で、後手から同角成同飛車7八金と、後で AI で検討したところ、こういう手があったようですね。全く見えてなかったんですけど、5九角に8九金と、桂馬をもぎ取って、あと9九金となれば、金桂香と角の2枚替えで、後手も、後手陣に角打ちの隙がちょっと見当たらないので、後手がさせていたという、なかなか同角成から7八金っていうのは、かなり人間だったらまずやってこないだろうなっていうぐらいの手順なんですけど、ちょっとね、勉強になりました。そんな感じでございます。で、2二角に6八飛車と引きまして、ちょっとただ本譜5五の位をパクッと取られてしまったので、どうかなと思っていたんですけどね。で、6五歩に対して5六銀と本譜引いたんですが、金上がった方が良かったですね。5六金ならちょっと良かったと思います。本譜ちょっと5六銀が、3四銀の手を消してしまった疑問手で、2二角6五歩と対応したんですが、ちょっとね、7七角成同桂に対して、8六歩から8二飛車と、8筋方面に、あと単にでもいいんですけどね、8二飛車と8筋方面に、狙いをつけられていたら、これはギリギリでしたね。ちょっとあまり5六銀は消極的な一着でした。で、5八飛車、そうですね。で、5七角成同飛車、6六金打ちと向こうが激しく攻めてくるんですが、この展開ならいけるだろうなと思ってました。やっぱり端筋に飛車回られた方が嫌だったということですね。で、ここで、マジか。AI は同飛車を推奨してますね。4七銀が、盤上この一手かなと思ったんですが、AI は同飛車を推奨して、4五銀と使っていけと言ってますね。ただどうでしょう。実戦的にこっちの方が勝ちやすい気はしますね。やっぱ王様は硬いんで。AI の指し手っていうのは、本当に一直線なんで、ちょっとでも間違えると、すぐに負けるっていう変化が非常に多いので、真似するところと真似しないところはちゃんと区別した方がいいと思います。次銀左としまして、99飛車成に6六馬と両取りをかけたところで投了となりました。今後はあれですね、9六竜ぐらいだと思うんですけど、普通に、2二馬もいい手ですね。2二馬もいい手だし、私は1一馬と普通に取ろうかなと思ってました。これで次の2一馬を狙えば勝ちですね。AI はこっち2二馬を推奨してます。確かにこの手も非常にいい手ですね。同玉に4一飛車成と。船囲い崩しの手筋で結構皆さんも見たことあると思うんですけど、確かにね、1一馬とかぬるいことしないで2二馬とさせという、AI の教え。私もしっかりこう学んでいきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。